お父さん、これ。本当にやるつもりか？うん。嬉しそうにうなずいちゃってるよ。ああ、尻尾があんなに勢いよく、やる気満々だ。うん、はちみつ、はちみつ。キャッホー。とほほほ。まさか、蜂の巣取りに付き合わされるとは。こんな袋をかぶっても、何匹かは刺されるんだろうね。それじゃ、やるね。ああ。おぼろ、お前、その怪我。おぼろ、どうした？しっかりしろ。探せ！この辺りに潜んでいるはずだ！まさか追われて。おぼろ、この中に入れ。貴様ら、この辺りで怪しい男を見なかったか？怪しい男？いえ、見かけませんでしたが。本当か？隠すとためにならんぞ。お父さん、あっち。アルル？ん？知っているのか？向こうに何かいる。この奥か。行くぞ！アルル、この奥って確か。嘘じゃないよ。何かいる。なあ！いた、隊長、ハチであります。ひるむな！進め！無理であります、隊長。ハチミツ、ハチミツ。あっ、お俺に構うな。これ以上あんたらに迷惑をかけたくない。今さら何を言ってる。それ捕まれ。しかしこのままでは間違いなく奴らに捕まる。お前がいなくなればユズハはどうなる。お前はまだ死ぬわけにはいかないはずだ。そうだ、俺は捕まるわけにはいかない。だがそれ以上にあんたらを巻き込むわけにはいかないんだ。これ以上巻き込むわけには。強情な奴だな。わかった。だが、傷の手当てだけは受けていけ。そのままでは、とても逃げ切れない。すまない。しょ。ありがとう。でも姉ちゃんみたいにうまくないから。いや、だいぶ楽になった。本当に感謝してる。うん。そうか、王城の蔵に手を出して。それで他の連中はどうした。今回は俺だけだ。個人的なものだからな。個人的？ああ、どうしても大金が必要だった。無意向派か。
世話になった。この礼はいつか必ず返す。あ、本当に行くのか。ああ、これ以上ここにいるとあんたたちも仲間と思われる。大丈夫だ、俺は簡単に捕まる気もくたばる気もない。あの男にこの借りを返すまでは。おぼろ、いたぞ、あそこだ。しらばれ、回り込んで包囲しろ。お父さん。大丈夫だ、あの男ならきっと逃げ延びる。うん、捕まるなよ。おい、ここにあるやつも全部運び出せ。はっ。待て、何をしてる。あんちゃん。てめえか、見てわかんねえか。収めるもんを収めてもらわねえとな。貴様。あ、なんだこの手は。やるってのか。腰抜けが。おい、どうした、気絶するのはまだ早いぜ。あんちゃん、ぬわんぎ、てめえ動くんじゃねえよ。俺様の声一つでこんな集落どうにだってできるんだぜ。まだ立てるとは大したもんじゃねえか。だがな、てめえは俺様の前では地べたに這いつくばるって決まってんだな。ぐっ。おい、てめえら、この男を取り押さえろ。はあ。貴様。いいざまじゃねえか。ハクオルさん、なにこれって。よう、エルル、見ろよ俺の力を。それに引き換え、この男の情けねえ面見物だろ。ナウアンディ、これでわかっただろ、俺の力がよ。だからエルル、こんなところは捨てて俺と一緒に来るんだ。もうやめて。え？そのままだと本当に本当にヌアンギのこと嫌いになっちゃう。何言ってんだ、冗談だろ。エルル、どうしてわからねえ。俺が、この俺様がこんなにもお前を思ってるのに。なのになんで俺のものにならねえんだよ。わからないよ、そんなの。ヌワンギこそ、どうしてそうなの。どうして、人の痛みを理解できなくなっちゃったの。あ、何言ってんだ。俺は藩主の跡取りなんだぜ。俺のためにこいつらが尽くすのは当たり前だろ。本気で言ってるの。だとしたら、そんなヌワンギなんだと絶対に一緒に行けない。な、
なぜだ、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 なぜだ。ならもっと調子を厳しくしてやる。それが嫌なら俺の女になれ。そうすればエルルの言う通りやめてやる。ヌアンギ、おめえそこまで腐りやがったか。うるせえ。どうだエルル、俺の女になるか。ダメだエルル。でもたとえどんなことでも必ずみんなで何とかする。だから好きに言わせておけ。黙りやがれ、このこのクソが。ゴールさん、心配いらない、平気だ。エルル、なんでそんな男をかばう。そうか、この男だな。この男がお前をたぶらかしたんだ。いいざまだな、あんた。てめえもう我慢ならねえ。貴様ら、おとなしくしてろ。やかましい、ここまでコケにされて黙ってられっか。やめて、もうやめて。だったら俺と一緒に来い。そうすればこいつを話してやる。それだけじゃねえ、今後この集落からの粗はなしにしてやる。本当に私が行けば。ああ、約束してやるぜ。ダメだエルル。さあ来いエルル。哀れな男だね。何？ババア。大勢で押しかけ刃物をちらつかせて自分一人では何もできないのかい。全部他人の力で、自分のものは何一つない。一番哀れなのは自分でそのことに気づいてないことさね。いや、気づこうとすらしないのかい。黙って聞いてりゃ、俺はもう昔の俺じゃん。ああ、昔は少しばかり骨のある男じゃったわい。それがこんなふぬけになるとはの。何、このたわけが。今日はこのくらいにして。なんだこのババア。おいババア、ヌアンギ様にそんな口を聞いて覚悟はできてるんだろうな。本当のことを言って何が悪い、このババア。だっ誰だ、石を投げたやつだ。お姉ちゃんを離せ、おばあちゃん離せ。ダメ、アルル。この離せ離せ。
このガキ。ハル、無礼者めが。やめて。おばあちゃん。うん。トゥスクルさん。チッ、ババアか。邪魔しやがって。ばあちゃん。てめえ。何を。なんてこと、なんてことしやがった。え、あ、しかし。エルル、違う、違うんだエルル。俺じゃない。勝手に、そうだ、勝手に飛び出してきて。な、貴様、おとなしくし、ヌアンギー、来るな、来るな。なんだお前たち。寄るな、こっち寄るな。行くぞ。はい。おばあちゃん、しっかりして。おばあちゃん。待っててね、おばあちゃん。すぐにお薬ができるから。だからしっかりして。いや、もういい。自分の体じゃもう助からんくらい、わしが一番よくわかっとる。そんな弱気なこと言わないで。おばあちゃん、ハルルの、ハルルのせいで。ハルルのせいではないって。ちょうどわしも石をぶつけてやろうと思ってたところじゃって。かわいい孫たちがあんなことされて、黙っているほどお人よしじゃないからの。おばあちゃん。さあ二人とも、もっとよく顔を見せておくれ。おばあちゃん。かわいいの。二人ともわしの自慢の孫じゃ。弱気になっちゃダメ。こんな怪我、すぐに治るから。エルルは、ますます姉様そっくりになっていくの。
美しくてとても優しかった姉様に。まだ言ってなかったね。エルルという名は大好きだった姉様の名前。それじゃあおばあちゃんがよく聞かせてくれたお話って。お前の名前は姉様からいただいたんだよ。アルルヤ、お前はわしのちっちゃな頃にそっくりじゃ。今じゃ想像つかんかもしれんがの、あの頃はかわいいかわいいとよくかわいがられたもんじゃ。おばあちゃん。いいかい、二人とも仲良くな。時には言い争うのもいい、喧嘩するのもいい。じゃがお前たちはこの世でたった二人きりの憎し、どんなことがあっても二人で力を合わせていつまでも仲良く。死んじゃやだ、死んじゃやだ。アクオロヤ。はい。最後にこの老いぼれの頼みを聞いてもらえんか。頼みですか。わしはもう十分すぎるほど長く生きた。じゃからこれからの旅立ちに何のためらいもない。じゃが気がかりなのはこの子たちのこと。わしがいなくなったらこの子たちはどうなるのか。それを考えると安心して旅立てん。お願いじゃ、この子たちのそばにいてやっておくれ。この老いぼれ最後の願いじゃ。どうか。デスクルさん。ダメ、そんなこと言わないで、言っちゃダメ。おばあちゃんも一緒じゃなきゃ。エルル、だっておばあちゃんが、おばあちゃんが。もう休ませてあげよう。ドゥスクルさんはもう。いや、聞きたくない。そうやってドゥスクルさんを苦しめる気なのか。でも自分でももう分かっているはずだ。そんなの分かりました。この子たちは責任を持って預かります。ですから安心して。おお、そうかい。ありがとうよ。おばあちゃん、おばあちゃん。レオ。おばあちゃん。一人きりになってしもうたな。わしの人生まんざらではなかったの。あの人と出会い、白オロを授かり、最後には
味に見とられていけぬ。これでも何も思い残すことはないって。何も何も。おばあちゃん、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 何もできなかった。何も。ええ、困った時はお互い様じゃって。第一、まだ傷も癒えとらん、そんな体では満足に動けんじゃろ。言うたはずじゃ、この男は家族じゃと。それともそれ以上ダダをこねてわしを怒らす気かえ。白おろ、あとは任せたよ。他に誰がおるんじゃ。何、今までと同じと思えばええ。ちょいと忙しくなるがの。この矢は、そうか、呼んでいるのか。待たせたな。トゥスクル様、トゥスクル様、どうなさった。行かれた。聞こえなかったぞ。もう一度抜かしてみろ。行かれた。もう一度、もう一度抜かしてみろ。行かれた。たった今旅立たれたところだ。なぜだ。なぜあんたがいながらトゥスクル様を守れなかった。あんたに救われた恩もある。何よりユズハに微笑みをくれた。最近ユズハはあんたのことばかり話すようになった。あんたのことを笑いながら楽しそうに話す。いつも部屋の外を気にして扉が開くのを待ち焦がれるようになった。扉を開けると嬉しそうな笑顔を向けて
あんたじゃないことが分かると一気に沈む。そんなユザを見て、そんなにしたあんたに殺意を抱いた。だがな、認めたくはなかったが、惹かれてもいたんだ。なのに、なぜだ？あんたがいながら、なぜなんだよ！なぜあの人が、あんな死に方をしなければならない！答えろよ。答えろ！頼む。答えてくれ。なんとか、言ってくれよ。すまない。あんたに頼みがある。頼み？ああ。あんたにしか頼めない頼みだ。あるものを預かってもらいたい。それは構わないが、何をだ。お連れしました。ユズハ、預かってほしいというのは、まさか、これはどういう意味だ？ついでに、と言ってなんだが、こいつらも頼む。若様、僕たちもお供します。お願いです、連れてってください。お前たちはここに残れ。そして、これからは辺境の民となって暮らすんだ。そんな、若様、まさか、お前。トゥスクル様は俺たちにとって親も同然の方だった。俺は親を殺されて黙っていられるほどお人よしではないんだな。仇討ちか。それでトゥスクルさんが喜ぶとでも思っているのか。喜ぶどころか、決して俺を許さないだろうな。それでも俺は奴らを許さん。やめろ。今までお前がしてきたこととは違う。生きては戻れんぞ。お前がいなくなったらこの子はどうなる。あんたがいてくれる。ユズハはこの先長くはないだろう。ならばその瞬間までユズハの好きにさせてやりたい。まさかお前そのつもりで。これでもう顔を隠す必要はないな。ユズハを頼む。待て。あのバカが。どうすればいい。このままではおぼろが。すぐに追いかければ。いや、それではあの男の足には追いつけない。また見殺しにするのか。見殺さなければならないのか。みんな。
どうする、ウローサ。トゥスクル様はアンちゃんに全てを託した。なら、これからはアンちゃんが村長だ。さあ、行ってくれ。これからどうするのか。俺たちはどこまでもアンちゃんについていく。ダメだ。あ、いや、自分には村長なんか無理だ。そう言ったのは別の誰かが。いや、他の誰でもねえ。アンちゃんがやるんだ。おやっさん。若様を助けてください。わかるんです、若様はもう。どうして僕たちが辺境のさらに奥で隠れるように住んでいるか知っていますか。若様と同じなんです。権力争いに敗れた一族とか、罪を着せられ追われていたりとか、こんなところまで逃げて野垂れ死にするところを救ってもらいました。僕たちも若様と同じなんです。自分はダメだ、言うな。それを言ったら後戻りできなくなる。勝手なことを。みんな、自分たちが何をしようとしているのか分かって言ってるのか。ゆずは、後戻りはできなくなるんだぞ。ああ、分かってるぞ。分かってない。女子供を巻き込むことになるんだ。それも分かってるというのか。女子供が何だい。ソポックさん、言ってくれ。あとはアンちゃんの一言さえあればいい。アンちゃん、どうする。自分はトゥスクルさん、自分は自分は。蔵を開けろ。こんなことになっちまったんだよ。これじゃねえ、俺が悪いんじゃねえ、俺がやったんじゃねえんだ。俺が、貴様が無暗記か。なんだてめえ。
はあ、おい、交代の時間。お、おい、どうした？死んで。で、大使だ！待て！くそ、どこに消えた？どこを探してやがる？死ぬ覚悟を決めたのか？死ぬのはてめえだ、バーカ。形勢逆転ってやつだな。あ？忍び込んだネズミというのはそいつに呼ぼうか。親父。ふん、探す手間が省けたぞ。ずいぶんと息のいいネズミにゃんも。今宵は退屈せずに済みそうにゃんもよ。なめるな！あ！にゃんも。おみやごとき若造がこの国で最も賢く優雅で気高く強い者の負のわしに勝てるとでも思ったにゃも。もっとも愚かで下劣で臭みの強い肉の間違いじゃないのか。にゃぷにゃぷ面白い余興を思いついたにゃもよ。今のはもしかして若様が。若様、待ちな。俺たちの目的を忘れたんじゃないだろうな。それはあんちゃん。ああ、もう一度説明する。まず少人数で内部に侵入。誰でもいい。誰か一人がここまでたどり着き、ここにある門を開ける取っ手を回し、門を開放する。門を開ければ外にいるみんなが押し寄せてくる手はずだ。そして一気にここを制圧する。だが実際は言葉で言うほどはたやすいわけではない。できることならせめて戦をするだけの足固めをする時間が欲しかった。そこにいるのは誰だ？迷っている暇はない。行くぞ。
もう終わりにゃもう口ほどにもないにゃもんね。それはこっちのセリフだ。もう少し歯ごたえのあるやつを連れてきたらどうだ。その強がりがいつまで続くにゃもねえ。おめえら見事このネズミを仕留めた者には褒美を与えるにゃも。こいつは俺がもらった。ならこれでどうにゃむ。やっぱ泣き叫んで命乞いをするにゃむよ。状況を理解できないほどお前は愚かなのか。何、まさかてめえら。そのまさかだ。お前たちはな、絶対にやっちゃいけねえことをやっちまったんだよ。あのババアがくたばったとでも言うのか。そうだ。トゥスクルさんは死んだ。嘘つくんじゃねえよ。嘘つくんじゃねえ。嘘だ。あのババアが死ぬはずがねえ。エルじゃねえ。俺がやったんじゃ。目を覚まさない。おばあちゃん起きない。違う。なんやあの死に損ないが、やっと死んだにゃもっか。あんなババア一人のためにこんなことをしでかしたにゃも。にゃっぷぷぷぷ、お笑いにゃもよ。
ぷひま、待つにゃもう。おめえら、何をしてるのか分かってるにゃもか。今ならまだ許してやるにゃも。に、にゃばあああ、待ってくれ親父。待て。あとは任して、あんたはそこで休んでな。おい、逃がすな。くそ。捕まれ。立てるか。ああ、すまない。借りができた。だが、なぜ。助けに来てくれたのには感謝してる。感謝はしているが、なぜ来たんだ。あんたたち、何をしたのか分かってるのか。怪我はいいのか。ああ、大したことない。いや、そんなことより。そうか、なら遠慮はいらんな。何をしたのか分かってるのか。言われなくても十分すぎるくらい分かっている。そしてこれから起こることもな。こうなった以上、朝廷はすぐにでも討伐軍を送り込んでくる。これで私たちに残された道は二つしかなくなった。奴らを倒すか、皆殺しにされるかだ。それが分かっていながらなぜ。俺一人が死ねばそれで済むことだろう。俺一人が死ねばだと。それは本気で抜かしているのか。何より許せないのは、こうしてそれを利用した自分自身だ。お前、どの道もう後には引けない。覚悟を決めておけ。エルル。まさか奴らもここに隠し通路があるとは思わないにゃも。覚えてるにゃもよ、この屈辱必ず晴らしてやるにゃも。探せ、まだこの辺に隠れているはずだ。親父、奴らが追ってきた。ブイ、もう来たにゃも。そうにゃも、おみやが外で食い止めるにゃもよ。そんなことをしたら俺はどうなるんだ。殺されちまうよ。おみやは黙ってわしの言うことを聞けばいいにゃも。今まで育ててもらった恩を忘れたにゃも。親父は可愛い息子がどうなっても平気なのかよ。おみやの代わりなんだ、わしがいればいくらでも作れるにゃも。嘘だろ。なあ親父、嘘だと言ってくれよ。こんな役立たずめ、やっぱり母親と同じにゃもか。あれも最後まで役に立たん女だったにゃもよ。いいにゃも、おめえここで奴らを食い止めるにゃもよ。
おやじ。なんや。何のために何のために俺は